リエージュ・ギューマン駅は、ベルギー東部の都市リエージュにある、ベルギー国鉄の主要鉄道駅。リエージュ市内では、最大の鉄道駅であり、ベルギー国内の高速列車網の重要な、結節点となる、拠点駅でもある。国内列車に加え、タリスやアイスなども数多く乗り入れ、ブリュッセル、アーヘン、ケルン、フランクフルトアムマインなど、国内や、 近隣国の主要都市とも結ばれている。開業済みの HSL2 と現在建設中の新しい高速専用線 HSL3 が全面開業してつながると、拠点駅としての重要度がさらに高まる。将来的な構想では、ユーロスターやアイスがリエージュからロンドンまで直接結ぶ計画もある。 1905年の駅舎1975年の駅舎1838年に最初の大陸鉄道が開業したわずか3年後にはブリュッセル、アンスカントリエージュ北港が鉄道路線で結ばれたリエージュギーワン駅において最初の鉄道駅はアンス駅と結ばれた1842年5月に開業している1843年には最初の国際鉄道が誕生し ドイツのアーヘンやケルンとも結ばれ協議の石が築かれた。1882年と1905年にリエージュで開催された国際博覧会のため駅舎の改良や改修工事が行われている。1958年には当時としては現代的な駅舎に置き換わり、カラトラバモニュメントができる数ヶ月前の2007年6月まで使用されていた。 ホーム前系スペインの建築家サンティアゴ・カラトラバによって新駅舎が建設され2008年に共用が開始されることになった5面のプラットホームと9番線を備え長編成の高速列車の発着に対応した駅改良工事が全体で行われた新しい駅舎はガラスとスチールが多用され白いコンクリートが使用され長さ200メートル 高さ35メートルの記念ドームも含まれている。1日あたりの旅客数は3万6千人となっている。リエージュ・ギューマン駅はバス会社テックの拠点ともなっており、1日あたり1620便のバスと1万5千人の旅客数を有している。ヨーロッパの鉄道駅では珍しく、ハイウェイと直結している。ベルギー国鉄34号線リエージュ・ジョンフォス駅。 リエージュギユーマン駅36号線、リエージュオイコールプレー駅、リエージュギユーマン駅37号線リエージュギーマン、駅アングル駅125号線リエージュギーマン駅、バルブノワ駅、ありがとうございます。